私たちチーム未来は今年の2022年の世界一周ヨットレースを目指して結成したセーリングチームです。私がフルノの機械をですね、機器を使わせてもらった2019年からになるんですけども、今かれこれ3年間使わせていただいていて、何よりも一番信頼性が置けるというのが私たちが使っている中で感じていることです。セーリングをしていく中で、昼もあれば夜もあるし、風が強かったり弱かったり、急に嵐が来たり視界が見えなくなったり、いろんなシチュエーションがあるんですけども、その一つ一つのシチュエーションを無事に安全に乗り越えていくために、やはり必ずこの航海機器っていうのが大切になってくるんですね。自分でこう判断を下してセーリングを続けていくときに、パッとこう信頼できる情報があるっていうのは大きいですね。もともと自分のやるべきことっていうのは安全にセーリングを続けること、より船を速く走らせることなんですけれども、その自分の本来集中すべきセーリングをフルノの機器が今とてもサポートしてくれてるなと海の上で感じています。